来てくださった、方もすごい、感謝感激雨なんでしたっけ、ヤッハーとか言ってしまいました、雨あられです、本当にもうありがとうございます。もう感謝、ほんまに感謝です。1曲目に、聞いていただいたのは、ニュータウンという曲でして、これは、そうですね、ニュータウンそのまま訳すと新しい街っていうことになるんですかね、なるんですかねって私の曲なんですけど、ちょっとなんかふふとか言ってくれたら嬉しいです。すごい反応してくださってるのがすごいわかるので、ニュータウンが、そうですね、これは、だいたい結構私曲書くときにフィーリングで書くことが多いんですよ。で、これはどういう感じで作ったんですかとか言われると結構困るんですね。で、なんか例えばこう中に応募するとかなっても、曲のそのなんかコンセプトをすごいなんかもう書けみたいなやつあるんですね。コンセプトも何もその結構その思いつきで書いたんで、もう後付けみたいなのあるんですよ。で、この曲もまあフィーリングといったらフィーリングなんですけど、でもまあ自分で作ったのを聞いてて、これってなんか未来とかそういうことをなんか描いてるんかなって思って、自分がその描いているその未来、想像するそのまあ希望だったり、こんなんだったらいいなっていうのを、書いてる曲かなっていうのを自分で聞いててこう思うっていうか、だから現在から未来のその過程を描いてる曲なんですよ。そういう曲です。なんかね、一部終わった時にめっちゃ緊張してるやろって言われて、いろんな方にね言われたんですけど、それは演奏ですかって言ったら、いや喋りがって言われて、いやそれ喋りはね、そんな緊張しますよ。そんな一人でだって喋って、バンドやったらなんかこうちょっと滑っても、私結構親父ギャグが好きで、Facebook とかにはもう親父ギャグ60% ぐらい書くんですけど、もう本来突っ込んでくれるんですよみんな。でも突っ込んでくれないじゃないですか。別にね、そんな漫才をしに来たわけじゃないんでいいんですけど、なんかこう、すいませんってなるんですよ。すいませんってなるんですけど、まあ今日はワンマンライブなんで、アルバムの、このアルバムの内容をちゃんとやればいいわけで、演奏をね、ってなんで、いろいろ喋ってますが、喋ってる内容は、そんなに気にしないでください。本当にね、このライブにすごい来てくださって本当にありがたいなって思ってまして、実はここまでこうやってアルバムを出せるんです、こうやってライブをさせていただけるっていうのは本当にもう皆さんのおかげで、もう本当に感謝してるんですけど、ずっと応援してくださってる皆さん、家族、友達で、ファンでいてくださる皆様、そして今日はなんと嵐の中学からかな、ずっとお世話になってるピアノの先生が来てくださってるんですよ。先生もう先生にもう本当にずっと習ってて、もう実はもう私もその10代の頃はいろいろこうありまして、うふふってやっぱりこうね、人間こうなんかちょっとよろしくない時期とかあるじゃないですか。上司に言ってはる。よろしくないよね。別に基本真面目ですよ。でもやっぱりこうちょっとなんかこう、反抗期とかあるじゃないですかね。ねって
でもそんな時にも本当にピアノを続けれたのは本当に先生のおかげで、もう先生のレッスンがすごい楽しくて、いや本当にそうやったんですよ。本当にね、あのもう音楽を、まあ、結構コンクールとかも出てたんですけど、まあ、嫌になった時期も正直あったんですよ。これはもう本当にもうみんなに言ってないんですけど、あもうなんかもう音楽どうなんやろなって、続けれるんかなみたいなあった時もあったんですけど、本当にもうね、これこそね、あのギャルと音楽を並行してたんですよね、私。ちょっとギャルやったのに、あのピアノをこう真面目にこう練習して、まあ、一応レッスンに行くっていう、そういう感じやって、でも本当にレッスンがもう楽しくて、もうなんかこうオリジナルの曲とかも見てあのいただいてたんですけど、もうなんかこう自分のそれで引き出しをすごい、なんていうかな、もう、まあ、今の自分があるっていうのが本当にあるんで、もう先生にもすごい感謝してて、まあだから今日もあの嬉しい半分緊張がすごい緊張がみたいながあります。いやでも本当にね、あのバンドのメンバーがすごいミュージシャンの方も来てくださってて、もうめっちゃ緊張するんですよね。そのもうなんかあのミュージシャンの方とかもう緊張するんですよ、ほんまに。で、嬉しい反面緊張みたいな感じで、やらせていただいてるんですけど、もうそろそろ曲いった方がいいですかね。CD どうやって買ったらいい？あ、 CD はあのそう、それ言わなあかんね。CD はですね、Amazon は売ってないですよ。そうなの？そうなの？ということは？今日買ったら。今日買ったらどうなりますかね。今日買ったら、なんかついてくる。なんかついてきますよ。今日買ったらこの CD に私の直筆の。いるよね、ですよね。無理やり感ありがとうございます。CD を、あの購入いただければ、私のサイン付きで、であの握手とか、ハグとか言われるんですけど、ハグはさすがにちょっとプラス1万5000円ぐらいやったら、まあ、まあ負けといて1万5000円ぐらいにします。でもまああの社員であのさせていただこうかなと思うんで、の帰りお帰りの際はスーッとこう行かず、あのありがとうとか言ってスーッとあの行かずに、あのそこのちょっとあのそのカウンターの CD、 そうCD がちょっとあるんで、まだまだあります。あのそこはちょっとあのね、なあのレイアウト的にこう置いてる感じなんで、あのまだまだあるんで、あのぜひあのサインさせていただいて、あの家でも聴いてくださったらすごく嬉しいです。で次の曲なんですけど、次の曲はクラシックをちょっと取り入れてまして、合ってるよな、うん、合ってる。あのセットリストでね、たまにね私間違える癖があるんですよ。バンドでね、前ね、あの何度まで言ったかな、なんか歌ったボーカルの方がいらっしゃって、で結構もうなんか間違えたらあかん時やったんですけど、なんかもう全然違う、なんかモントゥーノみたいなバラードやったのにモントゥーノ弾いちゃって、でドラムの人もええみたいな感じで、でさすがでもまあプロの方やったからもう合わせてくれはって、あのうまいこと言ったんですけど、なんかそういうことをね、たまにあのバラードの時に全然ちゃう曲を弾いたりっていうのがあるんですけど、まあそれもライブかなっていうふうにね、もうライブでしかできないね、そんなことじゃないですか。でまあそういう名の話やで、あのそんな感じ、そんなこんなで、やってます。次の曲はクラシックとその融合した曲ということやったんですけど、これどうしようかな、
題名は、まあ、ミスター R という曲なんですけど、 R っていうのが、まあ、超有名なクラシックの大作曲家の人の頭文字です。 R って言ったら誰を思い浮かべます？え？あーリス、えだ突っ込まれたなフェンちゃんラフマニノフじゃないんですよ。おあさすがさすがさすが私の先生でございますのラヴェルの曲をのモチーフをいろんな曲のモチーフをちょっと散りばめてみた、そんなちょっと遊んでみた感じの曲なんですけど、それとあと次の曲は、エリック・サティの、ジムノペリーを、なんかこれもフィーリングなんですけど作ってて、あなんかこれちょっと壊れたなんかオルゴールみたいな感じの曲にしたらどうなんやろうみたいな感じで、そんな感じでこれもフィーリングで作ってみた曲なんですけど、まあ、あのラヴェルさんもサティさんも怒ってるかな、なんでこんな曲にしてって言ってるかもしれませんが、まあそんなん気にせず演奏したいと思います。では、ミスター R と、ジムノペリー2曲続けて聴いてください。
自分の曲を忘れるっていうねあの弾き終わったらね、なんかねもうなんかこう頭が回らないですよ。なんかこう、あ、終わったみたいな感じでラヴェルの曲は、何と何と何をがっていう、あの、分かった方いらっしゃいますか？曲名が分からへん。あの、あるやんみたいなのもある。じゃあ、あの、先生いやいや、先ほどのダメのターンに、はい、あと2曲あります。多分1曲はちょっと分かりづらいかもしれないですけど、初めのもうド頭に出てきたのをちょっとなんかモチーフにしてるんですけど、シーンっていうことで、これは、なんとこのアルバムの中に、全曲何を曲が入ってるかっていうのを書いてますのでぜひお買い求めいただいたら、あれかと思いながらもう一回聴いてもらえれば嬉しいです。ありがとうそして、次の曲もちょっと壊れた感じで出して終わってみたんですけど、まあ、そういう曲も結構ですね、なんかを表現するっていうのがすごい好きで、こんなんしてみたら面白いんちゃうかなっていうので結構作ることが多いんですけど、そうですね、なんかそんなこんなで次の曲で最後に。だって、いやありがとうございますね無理やり言いますっていうねお決まりのみたいな感じが本当にありがたい。っていうことはもうっていうことですよね、ということと理解しますけどでは、次の曲はっていうか最後の曲はですね、私がこれも遡れば多分10年ぐらい前に書いたというか、まあモチーフを作ったみたいな感じなんですけど、大学の時になんかちょっとだけ作ってやめた曲なんですよ。でなんか何年か経ってなんかやっぱやるなら最後までちゃんと作ってみようかなと思ってできた曲で、でもまあこれもやっぱり初めて CD を出すなら入れたいなっていう思ってた曲なんで、最後に持ってきました。これもアルバムの中に最後に入ってる曲で、聞いていただきたいなと思います。ではトランスミッションという曲です。聴いてください。
入ってなくて、本当にまだ好きなアーティストの曲をさせていただこうかなと思います。そうですね、これも、ま、結構いろんな編成ではさせていただいてるんですけど、ソロでは初めてで、で、ま、今日聴いていただいたそのオリジナルのアルバムっていうのは、ま、結構かっちりもう決めてやっている打ち込みも打ち込みサウンドなんでやってるんですけど、これはもうもうその日しかない好きな感じでフリーで弾いてみたいと思います。ではどうしようかな、今日はさてどんな感じになるんでしょうという感じで弾いてみます。カンタロープアイランド聴いてください。Thank you.
とうございました。本当にありがとうございます。次のぜひお会いしてください。ありがとうございます。